ブリス is brought to you by the following supporters 大沼成明さん、関戸場さん、山本隆史さん、古川博美さん、勝田京子さん。ブリスは皆様のサポートによって支えられています。こんにちは、佐藤由美子です。ブリス第十一回目のインタビューは、日本音楽療法学会認定音楽療法士の千田国則さんと三井和子さんにお話を伺います。 岩手県在住のお二人は、東日本大震災後、一般社団法人、東北音楽療法推進プロジェクト、エコロンを設立し、被災地となった三陸の町で、音楽療法による心と体のケアを行っています。震災から7年以上が過ぎた今、被災地の人々にとって復興とは何を指すのでしょうか 復興っていうのはまず何かということをずっと疑問に思いながら7年間やってたんですよね。何が復興なのかという。で多分その被災地の外から見ている皆さんにとっては、その復興っていうのは一回津波で壊れたものがみんなの努力で何年かかってもまた元通りになるっていうようなことを復興だと思っていらっしゃると思うんですが、 やっぱりその三陸にいたりあと通い続けている人間にとってはその元通りになることはないっていうのがきちんと分かっているのでじゃあ何を積み重ねていくのかということを問い続けながらやはりこう時間をかけて見続けるのが復興の道のりなんじゃないかなと最近思うようになりました。まあはですね、家族を亡くした方っていうのもあみな 特に陸前高田の場合は、もうほとんどの人が家族と親戚を亡くしてますので、その場合、その、我が子を亡くした人、そしてそれによって、もう食と疲労と二次的なものもあって、あの、ご主人も亡くし、孫が今度は病気にないっていう、そういうふうな状況で、あの、時間が経ったからといって、 癒されたっていうことはないですよね。全然変わらないんですよね、そこの部分は。This is Yumi Kosato.You're listening to this. 千田さんは森岡市、みーさんは花巻市にお住まいです。東日本大震災以来、宮古市、大土町、岩泉町、陸前高田、 キリキリなどの被災したたに通通い、い音楽療法ををじたサポートを続けています。今回は二人のゲストを同時にインタビューしましたので、みーさんの音声のクオリティがあまり良くありませんが、とても貴重なお話を伺いましたので、ぜひ最後までお聞きください。Here's an interview with 国のり千田、no、ri, ida, and かずミみー 被災地震を始めようと思ったきっかけについて教えてください。はい、えー、私は2011年の3月11日の当日は東京におりました。東京で、えー、友達と一緒にあのお茶を外のカフェでしてたんですけれども、その近くのまあ、ビルがこっちの方に迫るくらいの大きな揺れを見て、これはただことではないとその場にいたお客さん全員で大騒ぎになったんですね。うん。 で、あの、一人がちょっとつながらないスマホを一人、ちょっとつながったよって言って見せてくれたんですけど、それであの、もう宮城県の津波の映像が流れていたんです。ああ、はい。はい。それで私はあの、びっくりしてあの、家族に電話しようと思ったんですけど、やっぱりこう、全然電話がつながらなかったので、うん、えー、まあ、そのお友達の家に何日か泊めてもらうことになったんですけれども、テレビを見ながら安否確認の情報を確認して、で、 まあ、あちこち電話かけて、家族はすぐ無事が分かったんですけれども、その前からずっと三陸に通って、いろんな方々とそうやってつながりを持っていたので、非常に、こう、不安な一週間を送りました。あ,あ、はい。 それでまあその一週間の間に帰ったら絶対その三陸に出向いて私のできることをやろうと思っていてでチャンスはその一ヶ月後に当時えつ、ー、ながっていた現地の保健師さんからぜひ来てほしいと言われてそれであの始めることになりました。はい。で最初に行かれたところはちなみにどこでしたはい。一番最初はえっ、ー、と山田町という都よりちょっと一つ南にある集落ですね。 <あ>山田というところです,です、ね、はいじゃあもう震災の前からその三陸の方とのこうやり取りというかはあってそちらに行ってあの音楽療法されるということがあったわけですかそうですで当日あのまあお話をくださった保健師さんともお会いしたんですけどその方とも何年もそのお仕事でご一緒していた方だったので話が早くその現場に向かうことができましたなるほどはいはい さ私のほう、花巻の方では、もう3日間停電になり、携帯も通じなくて、まっく何が起こってるかわからないという状況でした、そして外部からつながって、大変なことになってるっていう、その連絡があって初めて知ったっていう、なので3日間はもう全く分からなかったんですね。 でその震災が起きて、本当に大変な状況を目の当たりにしたときに、あの今、被災地である岩手に住んでいる、そして今、音楽療法の仕事をしている、まあ、これはもう偶然ではない、なんか使命感のようなものを感じて、そのときはもう誰もがみんな思ったと思うんですけれども、やっぱり自分も何ができるんだろうっていうことをもう毎日考えていた。 でね、で最初に行かれたのはどちらでした <laughs>、えっと、一番最初は、ですね山田町に、にあの滝出しに山田町じゃないですね、<あ>キリキリですね、キリキリに炊き出しに行きました、音楽じゃなくて。あ滝出し、はい、キーボードを持ってったんですけれども、もうそういうふうな状況じゃなくて、もう本当にライフラインも全くつながってない状況 今日出したので、まず、あの、みんなで炊き出して、食べてもらうっていう感じです。うん。それで、あのー、そこから。東北音楽療法推進プロジェクトを始めたきっかけっていうのは。どんなきっかけで始められました。はえっ、ー、と、震災直後は、あのー、まあ、岩手県の音楽療法士はそれぞれ。 あの、いろんなきっかけでいろんなルートを使って行ってたんですけれども、で、まあ、最初に集まったのは日本学療法学会東北支部というところが中心になって災害対策委員会というのを作ったんですね。はい。で、あの、その中で、例えばその、まあ、行くにしてもちょっと経済的にという方とか、あといろんなそのサポートが欲しいという人のために学会が一丸となってそういった方に、あの、 ケアラーのためのケアというかですね。うんうん、そういったものをしましょうという、まあ、体制は整ったんですが、うん、で私は当時、あの、支部長をしてたんですけれども、うん、あのー、まあ、ちょっと、いろんな事情で、学会のサポートは受けないで、その単独で動くようにしてたんです。うん、うん。で、あの、まあ、 そういった行きたいという学会員のサポートはしてたんですけれども、自分はサポートを受けないで行ってたんですけれども、そんな中でちょっとあの、移動中に事故に遭ってしまいまして。ええ。で、まあ、個人で動くにしても、ちょっとやっぱり限界があるなと思って、じゃあこれは自分でその、まあ、えっ、ー、と、公的な存在になるための団体を設立した方がいいかなということを考えて、それであの、東北音楽療法推進プロジェクトを立ち上げました。はい。 でその時に、みーさんのこともご存知で、声をかけられたわけですか、はい、もう、あの、何年ですかね。結構な年数一緒に、あの、仲間として動いているので、です,ね、すごく信頼のできる方として、はい、はい、あの、お声かけしました。あ、そうですか。あります。ちなみに、最初に被災地に行った時のこと覚えてますどんな感じでしたかえっと。じゃあ、私からいいですかあ、はい。あ、みーさんからどうぞ。<laughs> あ、いいですか 私の場合はですね、一時避難所が、あの、花巻温泉にあったんですよ。ええ。それで、あの、そこで、あの、セッションしたのが、私にとっては第1回目なんです。あの、被災地じゃなくて、あの、内陸の方に、あの、避難されてきた方々がいました。ああ じゃあ、その方たちは、その三陸の方から花巻まで来たということですか、うん、そ,うそうです。250人の人たちが、一時避難ということで、花巻温泉に来てたんですよ。はいはい、それで、えっと、私の場合は三陸に接点がなかったために、災害対策ボラ,ンあのボランティアセンター、花巻市のところに行って、そして紹介してもらった、ね。その時はど、どんなことをされたんですか そしてその時はもう一人で行きました。うん、それでもう、あの、節電のために一つのホテルに全部、全部避難された方が来てましたので、あの、ホテルの中も薄暗く、真っ暗で、うん、そして高齢者の人たちがもう無言で行き来していった。そして小声で、隅子この方でこう話し合ってるっていう、そういうふうな状況で、場面でしたね。 そこでで音楽をされたわけですか、はい、はい、そしてあのホテルにあの張り紙をして音楽療法という言葉は使わないで懐かしいの歌を歌いませんかという形で張り紙をしてそして皆さんが参加されるというやり方だったんですね。その時のことを思い出して今こう一番印象深く残っていることって何ですか そうですね。あの、一番最初の時には16人の方々が集まったんですけれども、もう私、うん、自身ももう何を、どういうふうな形でやったらいいか、すごい焦りながら、とにかく、あの、汗、汗だくで走り回してたんですよね。うん、そして、あの、まず、あの、皆さんから、こんな歌歌ってもいいんでしょうかとか、海の歌とかも、あの、 自分で自信がなかったので、皆さんから聞きながらあの、はい、進めていきました。ああう、海の歌を歌ったら良くないんじゃないかとかいろいろ、ね。はい。そう,そうですね。うん、ふるさとの歌を歌っていいのかとかっていうことも、あの皆さんからこう聞きながら進めていたっていう感じですね。うん えっと、私が最初に行った山田町、夜の、えー、時間を設定されたので、その時はもう皆さんお夕飯を済まして、はい、お風呂も済まして、あとはもう寝るだけの状態のその体育館にまあお邪魔したんです。で、私の最初の印象は何かこう、予想の知らない人の家にずかずかとこう上がり込んで、なんか知らない人がいきなり大きい声で歌を歌ってるって思われたら、すごく迷惑だろうなと。 なんかみんなすごく休みたいのにそんなことやっていいのかなっていう迷いがすごくあったんですけれども、うん、あの、たまたま偶然震災前からもう何回もお会いして介護予防教室に来てくださっているあの高齢の女性の方が何人もいらして、で、あの、すごく私が来たことを喜んでくださったので、その方々がちょっと雰囲気を牽引して、これから音楽療法っていうすごくいいことをやるからみんなも参加してよというふうに呼びかけてくださったんです。ええ。 それでまあ、なんとかこう、1時間、皆さんと一緒に時間を過ごすことができました。なるほど。でも、お二人もね、その時、初めてそういうセッティングで音楽療法をされたと思うので、普段の今までやってこられた音楽療法とまた全然違った状況ではあったと思うんですよね。そうですね。で、その後、 まあ7年間ですか何年になります被災地の活動を始められて。7年ですね。7年ですよね。はい、その間、まあ、音楽療法ということでどんな、具体的にはどんなことをするんですかって聞かれたら、どの,どのようにお答えになります、まあ、今まで、最初の震災の最初、起こったその直後ですね。震災直後のあ音楽療法と、今、現在やられていることとまた少しこう形も変わってきているかもしれないんですが、 具体的にどんなことをされてるんですかって言われたら、どんなふうに答えられますか、ね、えっと、じゃあ私から、あの、震災直後の頃は、あの、他の、えー、と支援に入っている医療関係者とか、まあ、そのケアの方々もちょっと様子を見てたんですけれども、 あの、心のケアをしましょうとか、あとはカウンセリングをしましょうというような方々のところに相談に来る方が、やはり三陸の方だと少し抵抗があったのか、少なかったように私見受けたんですね。うん、で、それは後から聞いてみると、うん、やはりその同じ集落から集まって体育館で一緒に寝泊まりしていると、私がこうやって、例えば一人だけ弱音を吐くわけにはいかないという理由がまず一つ。 それから、あとは、あの、心理職の人に何かこう相談しているところを見られたら、あそこの奥さんちょっとおかしくなったんじゃないかって言われるのが怖いというふうにおっしゃってた方もいました。うん、はい。なので私はちょっとそのことを踏まえて、あの、音楽療法ということで、例えばこう、心のケアをしましょうとかではなく、あの、ちょっと、うん 床の上にご座で寝ている体を少し楽にするために、あの音楽に合わせて動きましょう、ストレッチをしましょうという、その体のケアを前面に出して導入するようにしました。現在でも、はい、その体のケアっていうことから始めることが多いですかその方がこう、あの、初めての方なんか特にこう、心を開きやすいというか、なんていうんですかね、入りやすいというか、そういう感じはします えっと、初期から少し回数を重ねて、私が誰であって、うん、で、それで何をする人かっていう見通しがついた、あの、慣れてきた方々は、徐々に音楽を必要としなくなってきました。私が言っても。というのは、うん、あの、私という人間が誰かということが分かったので、ちょっと自己開示という形で自分の何かその当時の経験を語ったりとか、うん、あとはその今抱えている悩みや問題ということを打ち明ける場にどんどんなっていったんですね。 あ、そうなんですね。はい。なので音楽を歌うというとか、あとは体を動かすという時間は、徐々に徐々になくなっていきました。うんじゃあ最初のその音楽っていうのはある、ある意味その、関係づくりというか、ええ、そういった目的があったかもしれませんよね。その音楽によって、こう、関係を作るみたいな。それで、それが一度、こうか、確立されたら、別に音楽がなくても、こう、 あのお話できるような状態になったっていう感じです、ね。そうですね。関係づくりのための媒介であったと思います。うん。でも音楽、私もホスピスの音楽療法とかやってて、実際にその音楽を使わない時もあるんですけどね。えー、それを、それもまあ、音楽療法のセッションと言えると思うんですよね。ある意味ね、音楽を使わなくてもね。で,ねーで、みいさんの場合はどんな活動をされていらっしゃいますか。えっと、ですね。やっぱり最初はあの。こ 呼吸法とかですね、あの、ヨガを私自身やってましたので、やっぱり深い呼吸っていうところをすごく意識して、ですね、うん、その、マストレッチとかですね、あと呼吸法、深く吸う、吐いて吸うっていうものとか、うん、あとは、あの、いろいろ心のケアの方の勉強会で、筋疾患法っていうものを、あの、教わりました。はい。その その時に、その、自分で病院に行かなくても、自分自身でできることええ、ということで、あの、ぐっと握りしめて、そしてパッと離すとか、ですね、力をぐっと入れて、そしてまた離すっていう、それの研修も受けましたので、それをまず最初にずっとやっていましたね。あと、二人ペアでやったりして、お互いにこう、関係づくりをしたっていう。 意識したのは、まあ、その辺の呼吸、筋腫管法のあたりですね。うん。やはりそういう、まあ、体のケアもやっていかないと、その体のケアも心のケアも大切っていうか、なんかお二人の話聞いてると、そのつながりみたいなのをすごく感じますね,すね。そしてなかなかもう声を出す機会もなかなかなく、仮設の生活してたり、うん、避難所の生活で、 あの知らない人たちと一緒に、あのーね、寝起きしてたりして,してる人もいましたので、はい、もう本当に体も動かせない、うん、声も出さないってていいう状況が続いてたと思います仮設住宅の壁は薄いですもんね、なるべく音を出さないようなこう暮らしをしていてそれがやっぱりストレスっていうかそうですになりますよね。 でも本当に6畳一万人2人だったり3人だったりっていう生活。うん。もう本当にヒーローです。そういう声を出したり歌ったりしてもいいっていう環境そのものがこう発散できる場っていうか。そうですね。そんな感じです、ねうん、談話室とか、うんあの、そういうかい広い会場が、そういう感じだったと思います。うん で今はあの、大抵の方はもう仮設住宅からその復興住宅みたいなところに引っ越された感じですかそうですね、ほぼあの私の方の関係は、復興住宅だと新築して、土、うん、地を出たっていう方と、うん、あとは大洲市町はまたちょっと遅れてますので、また仮設であたり、仮設ている人たちもいますね。 じゃあその町によって若干状況は違うけれども、基本的には、あの、仮設住宅はもうそろそろあし、あの、なんていうんですかね、閉鎖してっていう感じなんでしょうかね。ね解体してるところもありますねあ、そうですか。千田さんの方もそうですかね。はい。私も大司町行ってるんですけれども、おっしゃる通り、やっぱり少し遅れが見えていてですね、やっとここのところ、 1、2か月でようやくその仮設、今日ここでやるのが終わりだねというところが続いてます。で、その後、皆さん、その、まあ、どこに行かれるわけですか、仮設、今まで災害復興住宅もしくは、新しく造成された土地での、自分で再建したご自宅ですかね。うん。で、その、まあ、今までまあ7年もその仮設住宅に住んでいて、そこからまた引っ越すっていうことは、ある意味、こう、 お別れというかですね。どう,どうですか、皆さんの、皆さんの心境っていうのは。まあ、さまざまですけど、例えば、その、晴れ晴れとして、新しいお家に行かれた方が、何ヶ月か後にお会いすると、やっぱり仮説が良かったっていうことを言う方もいらしたり、うん、あとはまあ、その仮説時代のことはもう思い出したくないという心境なのか、あとちょっと連絡取れなくなってしまった方もいたりとか、まあ、さまざまですね。 うん、どちらにしろ仮設時代に紡いだ何かコミュニティみたいなものはもう本当にばらばらと紐が解けてしまったようになくなるというパターンもありますうん、ミーさんの方はいかがですかそうですね、えー、例えば陸前高田にも行ってるんですが、陸前高田の場合は早かったんですね、あのうん、住宅ができてばらばらになって。ええ、そしてもうすでに あの、談話室も全部解体されてます。そうすると、皆さんが住んでるとこがみんなバラバラなので、うん、じゃあどこで、どこを解除にして継続するかという問題があったんですよね。そして、どこで音楽療法するかですか音楽療法するか。はい。それで一人の方のところを解放してもらってるんですけど、やっぱり遠慮があったり。うん。そして、なかなか難しくて、また次の場所を見つ 今はそこに、あの、こう、タクシーで来る人もいれば、自分の車でこう、寄り,り合いで乗ってくる人もいればっていう形で、ちょっとまた新しい、今までとは違った雰囲気にはなってきてますね、一箇所は。 はい、でちなみにあの、お二人とも、まあ、三陸地方のあらゆる街で活動されてるんですけれども、活動そのものは別々でされてるということですよね。そうですね。別々ですね、はいはい。今、仮説から皆さんこう引っ越すっていうお話がありましたけれども、そこで千田さんが仰げば尊しを歌われたっていう、そのエピソードを少し教えていただけますか はい、あのこの春にやはりその仮説での音楽療法が終わる場所がすごく続きましてであの我々6年7年続けていったところで今日で終わりですあといつまた会えるか分かりませんというふうに皆さんおっしゃるんですけれどもまあ大概の方はサバサバと今までありがとうねっていうふうにこう笑って終わるんですが、うん、中にはちょっとそのずっと思い出して あの、巨来するんだと思うんですけれども、何かちょっと去りがたしみたいなところのある方もいらしたんです。うん、私もできればその後にこう続けて、じゃあ今度はこういう集まりを作りましょうということをすぐ出せればよかったんですけれども、うん、あの、諸事情もあってすぐ出せなかったということと、あと、新しいところを設定するのが本当に正しいのかどうかという確信もちょっとまだなかったもので、うん、これはまず、 一つの区切りをつけた方がいいのではないかということで、あの、卒業式の、まあ、イメージソングでもある、青毛ばとおとしというものを、各、その、仮説で一回は歌ってきました。まあ、皆さん、やっぱりこう、泣きながら、卒業していくんだな、というようなことでやってたんですけど、その後は、やっぱりちょっと晴れ晴れとして、なんか笑いながら、別れることができたということがあります。 まあそうですか。はい、今日、青毛羽尊しを歌っていただける感じでしょうか。これは、その当日の音声でも大丈夫なんですかねあ大丈夫です。じゃあ、それは後で。あ、じゃあ、はい、用意しておきますね。あ、送った方がいいですかそうあ、じゃあ、送りますね,すねあ。はい。あの、じゃあ、データでその時のあれがあるということですか。うん、はい、ありますあ。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。はい。

尊氏をうわれてあのお別れをしたという、でも千田さんにとってはいかがでしたか、その時の,あの心境としては。そうですね、まず私もあの、引き際がずっとわからないまま続けてたっていうところも正直あって、ですね、うん、これはいつまで続くのかという、わからないまま続けてたので。 あの、まず仮説という一つの区切りというのをって、自分のためにも歌ったというようなところもあります。うん。7年は長いですもんね、通い続けて。ね、なんかいつの間にかでしたね。ねその集結っていうのもすごく考えますね。そうです、ねどう。どういうふうに終わらせれば。ねうん、どういうふうに終わるか、ここできちんと終わった方がいいのか、 そしてまた続けた方がいいのかっていうのはすごく迷いながら今は続けてますけれどもでもおその今まで続けられた理由っていうのはどの辺ですかあの一般の人にとってはもう7年ってすごい長いと思うんですよね<れ>でもう,<ー>もう復興したんだろうっていうようなイメージがあったりとかすると思うんですけどもあの 多分これを聞いている方は結構驚かれる方もいると思うんですよ。7年もその被災地に通われて、うん、あの、支援しているっていう、その続けてこられた理由っていうのは、どの辺なんでしょう、うん、復興っていうのはまず何かということをずっと疑問に思いながら7年間やってたんですよね。うん。何が復興なのかという。うん。で、多分その被災地の外から見ている皆さんにとっては、 その復興というのは、一回津波で壊れたものが、みんなの努力で何年かかっても、また元通りになるっていうようなことを復興だと思っていらっしゃると思うんですが、やっぱりその三陸にいたり、あと通い続けてる人間にとっては、その元通りになることはないっていうのが、きちんとわかっているので、じゃあ何を積み重ねていくのかということを問い続けながら、やはりこう、時間をかけて見続けるのが、復興の道のりなんじゃないかなと最近思うようになりました。 うーんそうですね。私も青森に住んでたので、その三陸の方にこうドライブに行ったりとか通ることは結構あったんですけども、ええ、本当に数年前でも、やはりもう何もないようなね、状態のところがあったり、だから本当にその今、千田さんおっしゃったように、元に戻るっていうことは無理なんだなっていうことが、行、うん、くと、こう、わかるっていうのは、 ありますよね。あとその建物とかが元に戻ったとしても、その心の回復っていうところを考えたときに、あの、やはり非常に長い時間をかかるんだなっていうことを、私も実際にあの、岩手に行ってお二人と会って仮説に連れて行っていただいたときに感じました。はい。ミ、うん、ーさんは、その、なぜ今までこう7年も続けて、 ですね家族を亡くした方っていうのも、みんな、特に陸前高田の場合は、もうほとんどの人が家族か親戚亡くしてますので、うん、その場合その、我が子を亡くした人、そしてそれによって、もう職、食と疲労と、二次的なものもあって、あのご主人も亡くし。 孫が今度は病気にないっていう、そういうふうな状況で、あの、時間が経ったからといって、あの、癒されたっていうことはないですよね。全然変わらないんですよね、うん、そこの部分は。家族大切な人を亡くしたという部分では。うん、うんそ。それで、だん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 7年経つと高齢化してきますよね。うん。そして、その弱ってる姿を見ると、また、 さらに支えなきゃっていう気持ちにもなるし、逆にスタッフの側も、7年たと状況が全く変わりますよね。あの、自分自身の体力だったり、あの、家族の介護が始まったり、家族の子供たちの問題があったりということで、まあ、そういうふうにみんな状況は変わってくるけれども、もう復興したっていう、そういうふうな形にはならないですよね。う じゃあ、7年経っても、あのお二人がこう関わっている被災地の方たちにとっては、その7年という時間は本当に短い時間というか、あのまだまだこれから第一歩っていう、そういう感じですかね。そうですね、ここでパッと切るっていうことがなかなかできないでいますね。うん じゃあ、いつ、いつまで続けるかっていうことはいつもこう、うん、こう考えてはいるけれども、まだその終わりっていうのはまだっていう感じですか、お二人とも。私はなんかこう、公営住宅とあと公民館っていう新しいそのスタートをもう切ってしまったので、うんうん、あの、その場でもう、ま、また仮設の人々と、 リユニオンというかあのまた集まってスタートを切って今度はあのみんなで寝たきりにならないようにねとかあとこう認知症にならないようにねというようなはっきりとした目標を持ちながら今度やっていきたいかなと思ってますあそうですか、はい、で千田さんはあの盛岡でふあの普段は活動されているということなんですが、えーはい、盛岡でもそういったあの高齢者への音楽療法ということをされていると。 そうです。あの、保健師さんとか、あとは、そういった、地域包括支援センターの皆さんと一緒に、介護予防の授業で音楽療法をずっと続けてきたので、まあ、そういった、あの、専門的なことを、今度は、色彩地でもできていくかな、というふうに思ってます。あはい。ミーさんも続けられる、今のところ続けられるという感じですかそうですね。まず、10年を目標にですね。はい。ええ。 今あの、7年、8年目に入るんですけれども、あの、いろいろあれですね、あの、一つの方のキリキリの方の場合は、あの、いろんな伝統音楽のことをいろいろ皆さんから聞き取りしたり、うん、そして今譜面を作って、そしてそれを次の世代にも、あの、広げていこうっていう計画をしているので、 あの、もうちょっと、もう少しまだまだつけ続けていきたいという気持ちはあります。はい。で、その、キリキリというところは、海にすごく近いところで、はい、そこでは伝承音楽がたくさんあると。はい、えー、で地元に古くから伝わるジンや大量星などっていうことを、 私も話があったんですけれども、はい、そういったのはもうミーさんとしても初めてそういうあのキリキリの音楽ということものに触れたわけですか、はい、今回始まってから半年ぐらいに経ったときに地元に伝わる音楽がいっぱいあるんだよ、キリキリはキリキリ国って言ってとても個性的なああの街なんですよね。ええ、そしてあの 昔から伝わってる音楽がいっぱいあるということで、ああ、それ聴いてみたいって言ったら、じゃあ、歌ってる人、太鼓叩く人連れてくるからって言って、うん、あの、キーパーソン、今ではキーパーソンになってるんですけれど、大正14年生まれの2人が毎回参加してきてるんですね。で、その時に、一番最初に聴いた音楽が、うん、キリキリ地方の子守唄歌っていうことで、それにも、本当に、 あの小さい頃に兄弟をだいをおんぶしてそして子守をしたもんだって、うん、一人一人歌うのは違うけどもということで聴かせてもらったんですよねはいそれがとってもあの心にしみる子守歌だったんですよね、はい、じゃあここで「キリキリ地方の子守歌を」を皆さんと聴いてみたいと思います「はい、ねんねろねろね ねんねろやえ。ねんねろねろねろ。ねんねろやえ。ねんねのこもりこたりあかもた。だれもかまねえがねづくりだ。 このカニコが挟んだ」「カカなとってけろ」「まだ挟んだ」「あれに見えるわたりゃ嫁だ」「キリキリぜんべいさんが」 嫁だねんねろねろねろねんねろやえ。ねんねろねろねろねんねろやえ、ねね。ちょっと歌ってみてもいいですかこんな感じって。はい。<laughs> ねんねろねろね。 ねんねろねんねろやえ。ねんねろねろねろねんねろやえ。ねんねろこもりこだりゃかもた。だれもかまねがねぶぐりだ。 こんな感じの曲で、あの、2番はそのカニコが出てきたりですね。本当に海、海の子守唄っていう感じがしますね、この歌。千田さんは聞いたことありますかこの歌前にミイさんが歌ってくださった,っったことす。でた。でもい、岩手県の人が皆さん知ってるっていうことではない。 わけでですすよよねねないんですよ、ね、本当にそのキリキリ地方の人たちもあのほ本当に少なかったですね、知ってる人が。あそうですか、うん、じ,じゃあ、若い人なんかは知らない、はい、?90 代の方が歌ってくれて、60代、70代の人たちは、えー、あ聞いたことあるって,言っても何人か数人いるんですけど、あの、うん、後の人たちは知らないっていう人も多かったんですよね。うん じゃあそういうもうその地方だけに伝わる歌っていうのだったり踊りっていうのがたくさんあるわけですね。うん、そうですね。それでもう一人の人は太鼓と踊りの名人なんですね。男性ですけど。ええー。でその方がやっぱり太鼓を叩いてるときに、あの、私あの、今そこの吉祥寺っていうお寺でやってるんですけれども、やらせていただいてるんですけど、ええー。あの仮設の住民と、 被災,被災しなかった住民とすごい対立してるっていう時期だったんですよね、ちょうど。2012年の後半だったので。あの、私がたその被災した人と、とあの、うん、家を例えば失った人と失わない人との間にこう、溝ができたのね。はい、みんなは被災してるのに、大変な状況を目の当たりにしてるのに、やっぱりその、その家が流されてたら流されない。 家族が亡くなったら亡くならない。そういうことですごいこう背を向けていた状況の時だったので、そこのお寺の住職はあの仮説で音楽療法やらないで、お寺でやってほしいって、みんなが両方の人たちが集まるように、交流できるようにしてほしいっていう、そういうふうな希望があったんですね。うん、で,で、まあそういうふうな状況だったんですけれども、 その、昔から伝わるジンクと大陸節のその太鼓をダーンと叩いたときに、うん、もうみんな気持ちが一つになったんですよね、うんで。あ、もうこの昔から伝わる音楽っていうのはすごい力を持ってるなってその時に思いましたね。うん、そして、うん、あ、ジンクを踊るんだったら踊,踊りたい、覚えたい、歌を歌いたいっていう人たちが、それから集まるようになったんですよ。 どんどん集まって20人くらいずつ今来てるんですけれどもでもその,その地方だけに伝わる音楽があるっていうのは、まあ、すごいことですもんねすごいですねそしてそのもう一人のか女性の方はあの口伝えであのいっぱい何十曲も覚えてるんですねへ<ー>でそれを今は 10曲あの、不明に起こしているんですが、うん、ところがその方はやっぱり体調崩して93歳くらいになりますので、あの最近は歩いてくるのが大変ということで、来れない状況になってきてるっていうのもありますじゃあ、キリキリの人たちにとって伝承音楽の持つ意味ってなんだと思いますそうですね、あのー 昔から伝わってる音楽からなんて言うんですかね、普通の音楽と違って、あの、先祖を大事にするっていうのか。先祖を大切にする。うん、あの、祖先から歌い継がれた音楽なので、うん。その、すごい郷土を、うん、キリキリへの愛着 うん。愛着とか、その、いろんな、こう、歴史や記憶を呼び起こすっていう、そういうふうなものがすごく感じられますし、あと、例えば、こう、亡くなった人たちへの供養っていう。ああ、そういう供養。うん。それから、あの、今生きてる人も、この、こ祈りっていうんですかね。ち、なん、なん、あの、 そういうふうな意味がすごく感じられますね。普通のクタマたちがずっと歌い継がれてきたっていう感じですよね。も震災でね、こういろんなものを失った人にとっては、こう唯一残ってるものというか。そうですね。何もなくなったけど、それは残っていたっていう。そしてあの、その歌、 を教えてくれた F さんという方は、震災がなかったらみんなの前で歌うことなかったと思うあ、そうですか。うん。あの、震災があったからこうやってみんなの前で歌ってるんだっていうことを言ってくれましたね。うん、あの、これ本当はあの次の後世に伝えたいって、若い人たちにも子供たちにも伝えていきたいんだっていうことは、うん あの、言われましたので、じゃあ、あの、これを録音して、覚えて、みんなで歌いましょうっていう、今、話をしてました、ね。あ、そう。はい、それで、あの、合唱団を作られて今、今。そうですね。そうされてるんですよ、ね。<laughs> はい。はい。若い人にも、あの、ギリギリの音楽を知ってもらうという。そ,うね、それがまた一つのミーさんの、今度、目標というか。はい、そうですね。<ー>はい。はい。くさん合唱団っていう名前をつけて、 普通の合唱だけじゃなくて、太鼓もやれば踊りもやるっていう、<laughs> あのじ自由にみんなであの作り上げてる合唱団ですけどね。はい、じゃあ、あの、千田さんもみいさんも、その、まあ、千田さんは盛岡で、みいさんは,は,はな花巻ですから、内陸っていうんですか岩手県の。はいはい、の場合と、あの、三陸地方の文化って、こう、 かなり違うなって感じます全く違いますね、やっぱりね。えーま、ね全く違う。はい、なんか言葉も違ったりとかいろいろあるわけですか言葉も全然違いますし、風習も違いますし、食べるものがまず違うので、あの、内陸の岩手県ってあの、 マイナス10度とか20度になるようなすごい厳しいところが多いんですけれども、三、うん、陸は三陸で、まあ寒いことは寒いんですけれども、まあ海からすぐ物が取れたり、まあ山も近いので、あまりこう飢えてっていうことがなかった土地なんですね。あ、そうなんですね、うん。それでその食べ物を共有したり、山と海とでこう交流を続けるということでいえばわ、あの内陸よりもいろんな意味でこう豊かにこう育まれてきた場所だと思います。あ、そうですか。はい。 じゃあ,あのそ、その三陸に通うことでお二人としてもいろいろ学ばれたことが多いんじゃないかなと思いますけれども、はい、あのその被災地での活動からどんなことを学んだなと感じます、今こう、こう振り返ってみると。でですね学んだことあの三陸の中で えー、我々を受け入れて一緒にこう歌の時間を共有してくれた人々が最初はやっぱりその全然、あのー、なんていうんですか、こう扉が開いてる感じは全くしなかったんです。うん、で、まああの、三陸にいらしたいろんな地方のボランティアさんも同じようなことを言ってて例えばその大阪からいらした方は大阪弁のインストネーションで言っただけでもう二度と会ってもらえなかったとかですね。<laughs> <laughs> うん、そういった、あの、ちょっと、まあ、違うことに対する拒否反応が強い人たちもやっぱり多かったんです。特に高齢者の方は。うん。うん。だけれども、やっぱりその、我々が、その、三陸ではこういったことをこういうふうに言うんですね、とか、あとは、人が亡くなった時はこういったことをされると聞きましたとか、そういったことを少しずつ学んでいくと、よく知ってるね、とか、そういったことでちょっとずつ、こう、なんか溝が埋まってきたっていうところがあって、 うん、あの時間をかけることと、あと相手を理解するということの、まずそういった重要性ということは、やはり彼らから学んだような気がしますすす、うん、さんはいかかがででそうですね三陸でもまた、それぞれ地域によって違いはあるんですけども、うん、特にやっぱりあ大津市町キリキリのあたりは、かなり個性が強い。 感じがしますね。思ってることをバンバン言う。そして、あの、うんで、ぶつかってきますね。例えば、じゃあ今度の、あの、犬3.11の時に何を歌歌いますかってか、片方はこ,この曲がいい、片方はこの曲がい <laughs> 曲いって <laughs> いうような、ええ、あの普、普通だったらあまりじゃあ合わせようとか、年配の方に合わせようとかって言うんですけど、うん、もうみんな思ったことをバンバン言う。 あそうなんですねすごいですねぶつかってきますね<ー>うんそ,でそ,れそ,そ,れそれはそれは、うんうん、それは大変うんだけどまあ後ではさばさばしてたりしますけどやっぱり海の生活してる人たちがもう一日に何百万もカテルで帰ってきてっていうそういうふうなあのまたさサラリーマンの生活とかとは違うなん,なんていうんですか、うん、その息のよさというか。 そういうのもありますよね。なるほどね。じゃあ、そういった、まま、こう結構自己,自己主張が強いみたいなキャラクターもあり、そういった中であの音楽療法士としてこうまとめたりするのもなかなか大変な時もあったのかなと思いますけど、ね。うん、<laughs> そうですよね。あうん、でもあの、気持ちが一つになると、例えば、あのじゃあ、 そういういことだっからなるほどね、うん、なんかでも東北って多分あの東北出身でない方はなんか皆さんこうおっとりしててとかおとなしい印象が結構強いと思うんですね実,実際に多分ほとんどの方がそうだと思うんですが私も青森に住んでた時やはり津軽の人とあの南部の人あの。うん 全然違うとかですねあ<ー>。<laughs> あの、うんつうん、つがの人はそれこそあの、は、浜言葉っていうんですかあの、それこそこう、もっとはっきり何でも言うとかね。そういうキャラクターがあったりとかして、私も、あの、いろいろそこでちょっと学びましたけど、ね。あります。やっぱり沿岸の人たちとりくっていう感じでしょうかね。そうそう、違いもあるんですね。うんうん、面白いですね。 同じでありながらねえうん、えーえー、じゃあ何を今さっき聞こうと思ったんだっけあ、私があの岩手に行ったのが2015年の12月だったんですね 2>, はい、はい、2年半ぐらい前に行ってお二人とお会いしてで仮設住宅に連れてっていただいてで仮設の方とお話とかちょっとしたんですけどその時に感じたのはやはりその その時は宮古市でしたけども、その人々の故郷に対する気持ちっていうんですかね。ええ、そういうのがすごく強いなって思ったんですよね。で、あの、お一人の方は、あの海であの、津波であのお家を流されてしまって、今でも海のそばに住むのは怖いっていう気持ちがあると。うん、でも一方で、海から離れたくないっていうんですね。うんうん だからそういったこう、なんて言うんですかね、非常に複雑な気持ちがあるんだなってその、感じたんですね。うん、うん。でもその、根本的にあるのはその土地に対する思いっていうのかな。そういうのがすごく感じて。私の場合はもう本当に子供の時から引っ越しばかりなので、そのある、あ,ある土地に対する思いってそんなにないって感じるんですけどね。でも,でも三陸の方たちにとっては、 非常にそういう強い思いがあるんだなっていうふうに感じたんですよね。やはりその土地に対する誇りとかですねあの愛着というものがすごく強くてで今回の震災の記憶というものはやはりすごい傷になっていたりとかあ,とある意味いろんな複雑な負の感情を引き起こしたと思うんですけれども体験自体はもう本当に早く皆さん忘れたいとはおっしゃってるんですけれども その反面そ、のその土地で昔あったことを忘れるのは怖いという、やはりさっき言ったあの少し相反する、矛盾するかもしれないような、そういった複雑な感情は皆さんお持ちだと思います。うん忘れたいけれども忘れられないということですね。うんなるほどね。じゃあ、お二人はこれからも被災地に通い続けるということですね。そうですね、もう、はい。 通いますなんかもうその <laughs> な、なんていうのかなあと私がもう一つ、一つ驚いたのが、その森岡からあの宮古市に連れてっていただいたじゃないですか。はいはい。その時、思ったより遠かったっていうのがすごい印象で、<laughs> なんかこうブログとか拝見してる分にはなんか近いっていうイメージがあったんですよ。勝手に想像していて、えー、ただなんかすごい何時間もかかったっていう感じ、何時間ぐらいかかりましたかね 大体あの、そうですね、2時間弱くらいっていうふうに思っていただくと、片道。片道。で、結構その道のりがしかも山道でなんか怖いところじゃないですか。だから結構その、ねえ、だからこの通うっていうのも、なんかこう、印象としてはすごい近いところに行ってるのかなって思ってたんですけど、いや、こんなに遠くまでね、通われるのは、その実際に非常に大変だろうなと、あの、 感じたんですねなので、まあ、今までこの7年間非常に大変なこともあったと思うんですがこう続けられた理由っていうかこう7年間続けてこられた理由っていうのは何でしょうか何ででししょょううか例えばその義務感とかですね、うん、なんかこうしなきゃいけないみたいな使命感っていうのだと続かないと思うんですよ。 うん、なぜかというとやっぱりそれ,をそれに対する例えばこう向こうからの反応がなかったりとかすると心が折れるでしょうし、うんうん、そういったことは初めからこう度外視して我々はとにかくあの現地に会いたい人がたくさんあるということがまず動機になっていると思います、うん、あの人今どうしてるかな会いたいなということで通い続けていたらもう7年間になってしまったということだと思います。うん、多分ミーさんもそうですよね そうですね。あの、もう、親戚付き合いみたいな感じですよね。うん、待っててくれるし、遠くから来てくれるんだから、頑張っていかなくちゃみたいな逆にですね。<laughs> うん、やっぱり、あの、一番最初はあれでしたよね。あの、被災された方と、どうやって関わってたらいいかっていうことは、すごく考えましたけど、その次に、その、 あと、距離が長いところはもう5時間も、おお、5時間6時間かかりますから。あ、そうなんですか。そうなんですよね。それを、どうやってうん。やっぱそれも結構な1日がかりですから。そうですよね。うん。そこも大変だったけども、うん、やっぱり慣れると、あの、だいぶ良くなるんですけれども。 まあ、いろんな問題点とか課題なんかもあるんですけども、それをこう、だん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 鍛えられて、受け止められるようになったり、そして良い方法を考えるようになったりとか、あと、まあ、スタッフの問題もありますよね。あの、7年も経てば、状況がみんな変わってきますし、うん、あの、いろいろ温度差も変わってきますし、まあ、その辺もいろんなこう、うん 受け止め方を学んだって一つですよねうん。じゃあその活動しながら学んでいくことが多かったっていうことも。うそうですね。あと、はい。最近の場合はもう、想定外のことがどん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 起きますから。うん。あの、普通の音楽療法であれば対象者に合わせたプログラム作って当日迎えるっていう感じだけど、もうそれ以前の問題もバンバン出てきますよね。 例えば、被災地の先生に向かっている途中に余震が起きて、途中で通行止めになったりとか、それからあと仮設の生活が慣れたかなって思う時に、もう場所が変わって、も復興住宅になったりとか、どん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 こう変わっていきますよね。で自自分,は自分自身は 本当に地道にコツコツと歩くタイプなんだけれども、まあ、すごくそういう面では鍛えられたっていう感じしますね。うん、じゃあ何が起こっても対,対応できるような体制でないといけないっていうことと、あと今、あの、二人の話聞いてて思い出したのが、期待せずに行動しなさいっていうなんか言葉ありますよね。あの、老使かなでもそういうなことも一つ感じましたね。なんかいろいろこうん、 こう何が起こるかわからないけどとにかくこう、うん、行くみたいなそうですね、うん、あまり期待、まあ、こちらがいろいろねこう、うん、やっちゃいしまうとね私だけかもしれないんですけど私音楽療法ということにすごく今回助けられたんですよ自分自身で、うん、あの音楽療法士の強みってそこですよね即興性とか、うん、対応力とかです、ね、はい 何が起こっても何でもできますよっていうような強みがあると思うんですよ。うん、うん。あの、でで被災、そうです。被災した方に私、あのす、すごく言われたのが、音楽のイベントで来ている音楽家の人は、何か言ってもすぐやってくんないけど、あんたたちすぐできるねって言ってもらったことがあったんですんあ。ああ、そうですね。<laughs> っていうことは<え>あのこちらからこういうのやりますよってこうやいくのではなくて、うん、あちらのこうニーズにこう対応するっていう意味ではね、うん、音楽療法士としてのままああ、ね、てれる部分はありますもんね例えば楽譜がなければ弾けないということではなくて、うん、なんかどっかで聞いたことのある音の記憶を頼りにその再現できるというようなその強さとかっていうのはありますよね。うん,うーん あとその今までつ続けられてきた理由の一つとしてあの一人ではなかったからできたっていうことをあのお二人がお会いしたときにおっしゃってたじゃないですかそういうこともやはり大きいですかこう仲間と一緒にやっっててきたっていう,もう一緒の立場の音楽療法士が同じ県内にいてで一緒に励まし合いながらできるっていうそのミーさんみたいな方がいたのがすごく強みですし。 まあ私個人で言えばあの、講師のパートナーが毎回一緒なので、すごく助かります、それは。二人で行って、そうですね。ワンちゃんもね、行ってます。二人、二人と行ってき一緒に行ってます。でも、やっぱり一人ででも行くっていうのもなかなか行き帰りとか長いですもんね。もうちょっと一人では大変ですよね。それは多分続かなかったですね。続かないと思いますね。大変でうん。 体力的な問題もあるし、あと自分で組み立てて、そ,してそこの現場でセッションして、楽器を運んで、みんなの参加された人たちとのつながっていくっていうのは、じゃあ、お二人ともこう一人で行ってるわけじゃなくて、うん、あの仲間がいて、ね、助けてくれる人がいてっていう、うん、そういう状,態、うん、状況だからこそ、うん、7年続いたっていうのは。 大きいかもしれませんね。もう自分一人の力じゃないですね、それは。非常に幸運が続いたと思います。で、被災地で音楽療法をしていて、これは本当に難しかったなっていうのはありますか今まで少しお話聞きましたけども、こう、難しかった点とか辛かった点とか。ああ、拒絶が何回かありましたね、やっぱりね。拒絶。 一回目、私の場合は、あの、一回目の都の避難所で体育館だったんですけれども、あの、準備をしていて、小学生の女の子がやってきて、これから何をするつもりだって聞かれたので、あの、こうこうこういう音楽療法って言ってね、っていう説明をしたら、あの、音が嫌だし、音楽嫌いだから今すぐやめて出て行けって、女の子に言われて、あの、キーボードのアダプターを床にガンって投げられたことがあったんですけれども、あとは、 仮設で通ってたら、その隣の部屋の人からの苦情でも、その仮設の集会場が使えなかったりとかですね、まあいろいろありました。うん、そういった時は、どのように対応されました自分からは対応できないんですけれども、その、それを待ってくれてる方が、例えばその役場に掛け合ってくれたりとかですね、そういったことに助けられて続けることはできました。あ,はい、あ、そうですか。はい、でもやははり拒絶されるととショックいうのは あると思うんですが、そういう,こう精神的にどういうふうに乗り越えられました、あの、千田さんとしては。かなり、あの、本当にすごい大きなショックだったんですけれども、あの、うん、いや、心が折れてもうこれはやめた方がいいかなと思わなくもなかったんですけれども、さっき言った、その、うん、楽しみにしてくれてる人が、いやいや、負けないで来てくださいよって言ってくださったので、<laughs> なんとか、負けずに、<ー>はい、いけました。じゃあ、その、 一災地の皆さんに支えられた部分もあってっていうことですね。そうですね。助けられました、すごく。うーん。みーさんはいかがですかそうですね。まあ、いろんな問題もありますけど、やっぱスタッフが結構多かったので、うん。その温度差が違ったりっていうことが結構。あ、そうですかはい。そういうのもありましたね。はい、<laughs> そうですね。うん<笑><笑>でも、あの、 やっぱり楽しくなきゃ、みんな集まってこないですよね。真面目に一生懸命やってるだけじゃな。何ですかちょっと今聞こえなかったんです。<あ>もう一度お願いします。えっと、真面目に一生懸命やってるだけじゃ誰も、ついてこないので <laughs>、あの、まず、あ、楽しく。うん、今、あの、ここにいる人で、みんな楽しく。まあ、楽しいだけじゃないんですけども、に、っていうふうに心がけましたね。うん,うん。真面目に頑張って一生懸命じゃなくて、 うん、まあ、た楽しくや,やっていこうっていうふうにあのか切り替えてそしてあとはもうあの細かいことは気にしないでもう最終的に目的が同じであればいいだろうっていうふうに考え方を変えてきましたね。なるほどね うん、スタッフの間でも温度差があったっていうのはね、非常に興味深いんですけど、はい、でもある意味、その三陸地方に住んでなくても、岩手県に住んでる音楽療法士として、ある意味、千田さんも、みーさんも、スタッフの方も、被災地に住んでいる人なわけじゃないですか。だから影響は受けてるわけですよね。その震災。いいですね。うん,うん。まあ、そのダイレクトではないかもしれないけれども、うんうん、だからそういった意味で、あの、 個人のその喪失感とかですね。いろいろあったでしょうし、もしかしたら今でもあるかもしれませんしね。ストレスとかもあったでしょうしね。そういう自分自身もサポートが必要な状況だけれどももっとサポートを必要としてる人に支援するっていうことじゃないですか。そういう意味ではこのご自身のケアっていうのはどんな風にされたでしょう 自分自身のケアということはあまり考えたことはなかったんですけれども、なんかこう始まる前、うん、というか、あの、被災地に通う前に、なんとなく自分で決めてたことがいくつかあってですね。うん、あの、一つは、あの、一人だったら絶対行かないっていうこと。うん、あの、誰か一緒に行く人がいないときはやめようとかですね。 うん。うん。あとは、いや、あの、一回だけ、あの、避難所時代なんですけど、山田町の、その、夜のセッションを、あの、パートナーが急に入院してしまってですね、ええ、自分で運転して、自分でセッションして、自分で運転して、また帰ってきて、次の日、あの、東京でちょっと、その、最後のことを話さなきゃいけないっていう時があって、うん、すごくしんどかったんですよ。 で一人は無理だっていうのがそこでまあ痛感したのでこれから先一人になるようなことがあったらすぐやめるということがあったので,、うん、でそういったいくつかの決め事を守っているうちにそんなに,そんなにそのケアが必要なくらい疲れたりいろんなことが損なわれたりということは避けられたんじゃないかなと思いますけれども。 はい、じゃあ一人でやらないということはある意味その自分を、自分のケアのために、あの、運転してくれる人だりとか、はい、あの、サポートしてくれる人がいるときだけ行くというようなことは、はい、あとは、そうですね。うん、あと必ず美味しいものを食べて帰るてと。<laughs> <laughs> 美味しいものでもたくさんありそうですよね。なんか ね、もうよりどりみどりですからね <laughs> 毎回言ってもネタがつきませんからね <laughs> それを一つ楽しみとしてあの自分へのこう楽しみとしてあるということは大切ですね、はい、でもね,ねそれって大事ですよね,すねとってもみいさんはいかがですか自分ご自身のケアとセルフケアはどんなふうにされてこられました、ねはい、ちょうどその,ひねの中で 私自身も体調崩して、あの、一、うん、週間入院したこともあったんですけれども。あ、そうなんですね。うん、その時には、まあ、あの、スタッフに託すと。うん。うん。できない時は、お願いっていうふうに、あの、うん、言えるようになりましたし、自分で抱え込まないっていう、うん。そういうふうに考え、考えるようになりましたね。 今まあ、ではもう自分が頑張っていかなきゃっていう、まあ、あの、真面目に考えてたんだけど、うん、ダメな時は、そ、う、の、ん、あの、人に託すっていうふうに考えて、うん、うん。そんな感じでしょうかね。一人で背負い込まないということうで,、ね、でもこれはすごい大切ですよね、うん、本当に。うん、セルフケアのな、私もセルフケアの話とかするとき、まず最初にその、ことを考えますね。うん。うん 今後震災とかが起きた時に音楽療法士としてその被災地の音楽療法士をどういうふうにサポートしたらいいのか被災地の方をどういうふうにサポートしていったらいいのかっていうことをお二人に伺いたいんですね自分がその被災地に住んでない場合ですよその経験者としてどんなことが役に立ちましたかで、今後どんなことがこう 役に立つかえっと、そうですね。あの、他の地方で、例えばこれから大規模な災害が起こって、で、何かその音楽療法のニーズが出た時には、まずその一番求められてるのは、一番通いやすい人だと思うんですね。で、その人をバックアップするっていうことが、まず求められてるんですけれども、 あとは、その最前線で頑張る音楽療法士さんにお願いしたいことは、あの、一回二回の、その、支援って帰って傷つくんですよ。やっぱり現地の人が。うん。それはなぜでしょうはい。あの、私、現地の人からたくさんうずくま、うつ高く詰まされた名刺を見せられて、 この人たちは一回来たっきりで、あと二度とは現れませんでしたって私に言ったんですね。うん、で、それはかえってその、被災地の皆さんの傷になるので、うんうん、続けられる人に続けてほしいっていうふうに、まあ最初のうちに言われたので、私も、はい、そこで心が決まったというか。じゃあ、その 2, 2回、3回行くだけで、こうやめてしまうと、なんかもう忘れられたっていうか、そういったかあの印象、 は受けるんでしょうかね受けますね。あの、うん、もう忘れ去られることへの恐怖感というのがすごくやっぱり強いので、うんうん、もうどうでもいいのかなというふうに思ってしまう方が多かったですね。あ、そうですか。はい、あの、アメリカであのハリケーンカトリナっていうのがその起こったんです。はい、2005年かな。はい、で、その時に、はい、多分私の記憶の中では、一番最初に起こった 大きな災害だったんですよ、まあ、一番最初っていうか、私が音楽療法士になってからですね。うん、一番最初に起こった大きな災害だったんですね、アメリカで。で、その時に、あの、全国の音楽療法士がまず、その被災地のルイジアナ州に行ってサポートしたいっていう人がすごく多かったんですね。ただ、そのルイジアナ州に実際に住んでる音楽療法士や、音楽療法士は、いや、あの、来て、あの、もらうんじゃなくて逆に私たちの,その、その、 サポートしてほしいと。私たちがこれから、あの、被災地の人たちに音楽療法を提供するサポートをしてほしいんです。っていうことを、あの、言ったんですって。うんうん、で、それ以来、あ、なるほどっていうかですね。あの、実際に、遠くの人がこう、行くっていうのは、やはり、その、限界があるわけじゃないですか。一回、はい、二回とかね、うん。なので、そうじゃなくて、逆にその、そこに住んでるし、あの、被災地の音楽療法士、近くで継続的に、 あの、音楽療法できる人たちを、ま、金銭的なサポートだったり、精神的なサポートとか、そういうことをした方が、実はいいんだっていうことが、その時に、あの、私も知ったんですね。<laughs> うん。なので、そういうことに、ま、同じようなことですよね、今、あの、千田さんおっしゃってるのは。あの、近畿からいらしていただいた方々が、その、 私が言った、さっき1回2回来た人がって言ったのは、あの、近畿の方は1回2回の方もいたんですけど、その方々が他と違ったのは、その後きちんと連絡を取ってくださったんですよ。我々に。はいうん、で、その時痛感したの我々は、現地を見たことのある人にコンサルテーションしていただくとすごくこう力強いということが分かったんです。ここをこうしてくださいとか、こうじゃないですかというふうに。うん やっぱりこう見たことのある人がね、われわれにこうした方がいいというふうにアドバイスしてくださるというのは、すすごくありがたたかったですあその人たちは、阪神大震災とかで経験があったということですかそうです、だからすごくよく<あ>そこら辺は分かってくださってたんですよね。なるほど。はい、じゃあその、その人にもよるというか、そうねうん、どういった。実際今回もありましたよねあの東日本本大震災で本当に あの、まだまだ準備ができてない頃に、外から、あの、協力したいっていう人たちもたくさんいましたよね、今回のそうですね。それで、うん、私行きましたって,って学会発表するような人がいたので。うんうん。うん、あその、1回、2回行った人でですか、ね、そうですね。でも、だけどもやっぱり経験した阪神の方の方々は、あの、地元で動けない時に、あの、来てくれて、そしてそれをつなげて、 地元の音楽療法士におばちゃんタッチしたっていういい例も将来もあったので、うんね、やっぱその人によりますかね。うん。 ま、誰もが行って何か、まあ、何かこう、例えばやりたいっていう気持ちがあっても、それが実際にできるかってわからないですもんね。その、一人一人自分に何ができるのかっていうことと、やはりその、実際に被災地のニーズっていうものと、それが合ってるのかっていうことがまず確認しないといけませんよね。そうそれ、ね、ほど同じですけども。ね、ええー。なるほどね。わかりました。では、リスナーの方が、お二人の活動をサポートしたいという場合は、どういった方法がありますか まず一つは、あの、我々の団体、一般社団法人東北音楽療法推進プロジェクト、通称エコロンという団体なんですけれども、はい。あの、活動を、あの、ホームページやツイッター、フェイスブックなどでぜひ、あの、フォローしていただいて、あの、活動していただくということが非常にありがたいです。あの、多分もうニュースとかテレビとかで流れていないような現地の様子とかですね、うん、あの、今どういうふうに、 三陸の人たちが生活しているのかということも含めて、2018年の今の三陸を知っていただいて、で、皆さんに、あの、いろんなことを考えていただくきっかけになると思いますので、ぜひ、あの、見ていただくということですね。はい。あかりました。じゃあ、その、あの、エコロンのホームページのリンクなどは、あの、この放送と一緒に掲載させていただきますあ。ありがとうございます。はい。ミーさんの方から何かありますか とかそうですね。あの、例えば、被災地に足を運んでもらって、あの、そのセッションの様子だったり、地元の、あの、復興している様子とかですね、そういうふうなものを見てもらうっていうのもいいかと思います、ね。うん。あの、実際に足を運んで、はい。で、あの、現状を見てもらうっていう。うん、実際に岩手に、ね、例えば観光とかで、うんうん あの、訪れてほしいと。あ観光というか、あの、まあ、セッションの現場を一斉に見る、<あ>見るとか体験するとかですね。はいはい、うん。では、あの、リスナーの方が、例えば、千田さんやミーさんの活動を見学したいんですけどっていう場合は、エコロンを通じて、あの、連絡したらいいでしょうか あ、もうお申し込みいただいて、来ていただいたら、うん、あの、ホタテおごりますよ。<laughs> <laughs> でも、うん、結構ね、見学したいって、音楽療法のション見学したいんだけど、見学するところがないっていう方から相談とか受けるんですよ、私。うん,うん、うん、なかなか、なか病院とかだと、まあ、見学とかいろいろあるじゃないですか、いろいろな問題が。えー、なので。趣義務とか。 ええー、えー、えー、あの、なんかね、手続きとかね、いろいろあるので、うんはい、もしかしてその音楽療法に興味があるという方は、うん、このいい機会かもしれませんね。うん、ね岩手県内って、やっぱりあの、あの、もう2年経ったから、もう終わりで、あの、すべていい状況になってるんじゃないかなと思うと思うんですけど、その年によってやっぱり、あの、やってほしいこととか、いろいろ出てきますよね。うん ニーズが変わってくるということですね。やっ、うんうん、協力のサポートの仕方もあもいろいろ変わってくると思うので、うんあの、もう何年も経ったからもういいって思わないで、うん、あの思い立った時に足を運んで見てもらうっていうのもいいいかと思います、うん、私が都に行ったときに感じたのは、まあ、もちろん被災地だっていう雰囲気はありますよね、仮設住宅があって、あのね、いろんなものがもうなくなってる。 地とかがなくなっている状態は実際にあるんだけどもその土地、都っていうその場所はすごくなんかこう、惹かれるものがありましたね、うん、なんか神秘的というか、それは三陸の他のところでも感じましたけど、なんか独特の何かこう、ありますよね、なんか、きつけるようなものが、うんうん、なんか物語を感じますよね、うん,ん、うん、ストーリー性はありますよね。うんうん、はい うん、ぜひ皆さんにも訪れていただきたいと思います。はい、では、最後になりましたけれど、お二人の方から皆さんにこんなことはぜひ知ってほしいということはありますかはい、あの、三陸、今、あの例えば、 7年経ったからすごく問題になっていることとか、ちょっと悩んでいることもだんだん出てきてます。例えばその、 大津市町だと役場の建物が津波でやられてそこで二十何人の方が亡くなっているものを後世に津波の怖さを伝えるために残した方がいいのか、うん、それともその大津市町にいる今いる人々がそれを見たくないという心を優先させるべきかということで二分しているわけなんですね。うん、あ、そうなんです、ね、はい。そういった問題も今7年目だからこそ起こっているんですけれども、うん、やはりその復興っていうものはその ずーっと上り坂で上を向いていくばかりじゃなくて、一回下がったり、また上ったりということの繰り返しだということで、これからもぜひ、あの、遠くから暖かい目で、いろんなタイミングでサポートしていただけたらなと思います。はい。ミーさん、いかがでしょうそうですね。あの、本当に、応援してもらうと本当に嬉しいですね。いつまでも。うん、じゃあ、 被災地の方がこう感じてることの一つとしては忘れないでほしいっていう、そういう気持ちを強く感じるんですけれども。そうですねうん。これからも長い目で見守るということが大切ですかね。はい、あの、時々忘れてないよって声かけていただけれと、はい、ありがたいです。<laughs> わ <laughs> かりましたではこ,これからも頑張ってくださいはい今日はありがとうございます、はい、いまこちらこそ本当にありがとうございましたブリス第11回目のゲストは日本音楽療法学会認定音楽療法士の千田邦則さんと三井和子さんでした岩手県在住のお二人は東日本大震災後 一般社団法人東北音楽療法推進プロジェクトエコロンを設立し、被災地となった三陸の町で音楽療法による心と体のケアを行っています。千田さんやみーさんの活動を見学されたい方は、エコロンのホームページからご連絡ください。ブリスは皆様のサポートによって支えられています。ブリスではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。 また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes にレビューを書いていただけたら嬉しいです。ホームページのアドレスは由美子佐藤、ゆみこさとう .com、さとうゆみこ音楽療法で検索ください。